春の訪れとともに花を咲かせた野あざみの開花状況を紹介しましょう。野あざみは菊科あざみ属の多年草で、通常山野の畑の土手、のり面などで多く生えています。開花時期は3月から7月です。枝先に赤紫色の灯花をつけ、上向きに咲かせています。灯花の直径は 4.7 から5センチです。茎には白い毛が多く生えています。しばらく開花状況をご覧ください。野あざみの草苞は休憩で反り返りません。つぼみは直径1から 1.5 センチです。葉は茎を抱くようについており、鋭いトゲが多くあります。葉の長さは15から25センチ、幅は5から 8.5 センチです。
野あざみの開花状況をご覧いただきました。ではまたお会いしましょう。